次に塩川哲也君。委員長。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。今日は新しい資本主義における GX に位置づけられた原子力の利用に関連して質問をいたします。首都圏に所在する原発であります日本原電の東海第二原発の防潮堤、構成防護壁を支える地中連続壁基礎の工事施工不良について質問をいたします。この工事関係者の内部告発をきっかけに我が党の県議団などが原電等に正すことで明らかになったものであります。地震津波対策として不可欠の防潮堤工事に施工不良が明らかになったことは極めて重大であります。配布資料ご覧いただきたいのですが、ここにもありますようにこの津波対策として、要となるこの防潮堤において取水口部分というのは一番弱い部分ですよね。でその上にこういったの構成防護壁を設けるんですが、構成防護壁だけど倒れちゃうもんですから両脇の柱でそれを固定をするといったその南基礎北基礎において不具合があったと施工不良があったということですので極めて重大な問題であります。原子力規制庁にお尋ねします。この件について4月6月8月と原電が原子力規制庁に対して説明を行っていると思うんですが、その不具合の内容について明らかにしていただけますか。原子力規制庁小金谷長官官房緊急事態対策官。お答えいたします。本件につきまして私ども原子力規制庁はですね、4月でございますけれども現地の検査官が、事業者からですね、コンディションレポートこれを拝見いたしまして、その中に、東海第二発電所の防潮堤工事の構成防護壁の北基礎で、地中連続部の鉄筋架護を陳設した際に計画していた高さよりも上方でですね、上の方で高止まりした事案というものがあるということを確認したということでございます。また6月および8月にはですね、同じく現地の検査官でございますけれども、また同じくコンディションレポートにおきまして東海第二発電所の防潮堤工事の今度は南基礎ですね、そちらそれと同じく北基礎の露出した地中連続壁部の側面におきましてコンクリートの未充填、それから一部の鉄筋が変形していたというような事案があったというふうに聞いてございます。塩川哲也君。4月に北基礎に鉄筋加工の高止まりがあったと。で6月と8月で南基礎と北基礎でコンクリートの未充填および鉄筋の変形が確認をされたということなんですが、私はその6月に南基礎で確認され、8月に北基礎で確認されたというふうに承知してたんですが、違いますか。小金谷対策官。お答え申し上げます。6月にまず聞いたのが議員おっしゃるように南基礎でございます。で8月の方に聞いたのが北基礎ということでございます。塩川哲也君。北基礎、南基礎についてのコンクリートの未充填および鉄筋の変形が確認をされ、北基礎については鉄筋加護の高止まりが4月で、コンクリートの未充填および鉄筋の変形が8月に確認されたということです。で規制庁伺いますけれども、原電がこの件についての公表というのは10月16日に行ったと承知しているんですけれども、この10月16日の原電の公表資料を見ると南基礎のことしか記載はされていないんです。で原電の公表資料では北基礎の不具合は記載されていないと承知しているんですが、それでよろしいですか。小金谷対策官。お答え申し上げます。日本原子力発電が、10月16日に公表した資料でございますけれども、委員ご指摘のとおり北基礎に関する記載はないというふうに承知しております。
塩川哲也君。原子力規制庁、現場の検査官には当然そういった不具合について、コンディションレポートということを確認するということで把握もしていたと。つまり、原電側についてはそういう問題が起こっているということを当然分かっていたわけであります。でそれなのにこの6月に分かったこのようなコンクリートの未充填とか鉄筋の変形ということについてもやっと公表したのは、我が党がこの問題を原電側に問い合わせをし記者会見をするというタイミングの10月16日になっていると。そういう点でも4ヶ月も後なんですよ。でそれでもそこで認めたのは南基礎の話だけなんです。で北基礎の方にあったこの鉄筋かごの高止まりとコンクリートの未充填鉄筋の変形ということについては4月8月と分かっていたのに、その10月の時にも公表してないんですよ。これはやっぱりこの原電の姿勢としておかしいと思いませんか。小金谷対策官。答え申し上げます。一義的に公表するしないという判断は事業者の判断だというふうに思っておりますけれども、やはり社会的にですね影響あるものについては速やかに公表するということが、本事案に限らず望ましい行為だというふうに考えています。塩川哲也君。つまり同じね、その場所は違うけれどもコンクリートの未充填鉄筋の変形というのは南基礎でも確認をし北基礎でも確認をした。その南基礎だけ公表してるんですよ。北基礎を隠してるんですよ。これやっぱりどう考えてもおかしいですよね。この件としておかしいと思いませんか。小金谷対策官。はい、お答え申し上げます。本事案についてですね、我々としてこれは事業者が独自判断するということでございますので、その点について我々としてコメントするということは差し控えと思いますが、同じ、10月16日にですね、我々日本原子力発電面談をしております。でその面談録およびその時に事業者が提出した資料ございます。これ公表しておりますけれども、その中にはですね、北基礎についても若干の記載をしてございます。塩川哲也君。確かに規制庁が、原電が規制庁に説明をしたと、そのことについて、原子力規制庁が公表している資料の中には、南基礎と同様の不具合について、北基礎にもあったということは触れて、原電側が触れているんだけれども、それはだって、原電として公表してないですよね。そこがおかしいと思いませんか。規制庁の方には言ってるのに、なんで公表しないんですか。おかしいと思いませんか。小金谷対策官。お答え申し上げます。先ほどと同じ答えになりますけれども、こういった件の公表するしないというところについては一義的には事業者の方が判断すべきものというふうに考えております。塩川哲也君。極めて原電側の対応というのは不誠実で隠蔽だと言われても仕方がないということを言わなければなりません。この経緯を明らかにする上でも、その原電が作成をしているコンディションレポートについてぜひ出していただきたいと思うんですが、そういうことを規制庁として取り計らってもらえませんか。小金谷対策官。はい、お答え申し上げます。コンディションレポート、これにつきましては事業者の所有しているものでございます。で私どもこれは検査の中でですね、現場の検査官が随時閲覧はしてございますけれども、我々がこれを文書として入手しているものではございませんので、これ自身我々としてですねご提出するということは困難でございます。塩川哲也君。事業者が所有するということですけど、まさにトラブルについての記録になっているわけで、これ事業者が出す分には、なんか事業者が出すということについて、なんか特段差し障りっていうのはあるんですか。小金谷対策官。お答え申し上げます。
私どもの原子力規制という観点におきましては、特に公表することについてですね、問題があるというふうには考えてございません。塩川哲也君。問題がないということですから、原電としてしっかり出すということも求めたいと思いますし、まずその点についても、規制庁の方からも原電にも働きかけをしてもらいたい、このことを申し上げておくものであります。で、この南基礎、北基礎のコンクリートの未充填や鉄筋の変形について、規制庁としては現場の確認を行っているんでしょうか。小金谷対策官。お答え申し上げます。本事案につきましては、現時点工事中という状況でございますので、まずは事業者の方でですね、しっかり対応すると、これは耐震性の等にも問題があるかもしれませんので、まあ、そういう意味では事業者がしっかり対応する必要があるというふうに認識してございます。で、我々といたしましては、やはり、こういった工事においてですね、発生した不具合、そういったものが是正が確実になされているかということも含めまして、事業者のこの設備がですね、法令上の要求に適合しているかどうか、適合していることをですね、我々使用前検査等において今後確認していくということを考えてございます。塩川哲也君。2枚目に写真もあるようにこういった不具合がこう取れるわけですから、まあ、確認のしようもあるわけで、やっぱり規制庁としてしっかりと現場の確認が求められていると思います。それとその北基礎工事において鉄筋架が高だまりして予定した深さまで沈まなかったということは事実でしょうか。小金谷対策官。はい、お答え申し上げます。そういった事実があるというふうに私どもも認識でございます。塩川哲也君。工事において曖昧にできない問題ではないかと考えますが、いかがですか。小金谷対策官。お答え申し上げます。議員ご指摘のように、我々としても本件については耐震性能等の観点からですね、しっかりと対応が必要な問題というふうに認識してございますので、まあ、こういったものについて今後我々としても使用前検査等で確認してまいりたいというふうに考えてございます。塩川哲也君。11月の4日にこの東海第二原発の立地自治体である東海村議会の全員協議会行われた場で、原電は鉄筋管の高止まりは問題ないので工事を再開していると発言をしておりますけれども、原子力規制庁は了解してるんですか。小金谷対策官。お答え申し上げます。私ども当然のことながら運転再開にあたってはですね、技術基準法令上の要求に適合しているかどうかというものを確認、使用前検査等で確認してまいります。一つ一つの工事についてですね、我々としてやるかやらないかというところについて、確認をしてですね、OK を出すというようなところまでは私どもやっておりませんが、当然最終的にですね、使用開始前には基準への適合性、法令要求への適合性というものは確認していくということでございます。塩川哲也君。そうしますとね、この議会の場でその了解もしてないような話を了解しているかのようなニュアンスで、工事を再開しているという問題があるわけですけれども、まあ、そういったことについて今規制庁の方が個別のことについて了承するものではないと、まあ、最終的には使用前検査で判断をするという話ですから、まあ、そういった点でも今の原電の対応というのが改めて問われているわけで、重大な施工不良を住民にも知らせずに工事を進めるということは認められないことであります。安全対策よりも工期最優先の原電の姿勢が厳しく問われているところで、原子力規制庁がお墨付きを与えるようなことがあっては決してならないと申し上げます。大臣にお尋ねしますけれども、まあ、GX で原子力の利用って言いますけれどもね、でそもそもこういった安全対策を施す際にきちんとした対応が取られているのか、で問題があったときにまさにその地域の住民に知らせることも必要であるにもかかわらず、この点をずっと先延ばし、あるいは隠蔽と取られるようなことが行われる、まあ、こういった問題があるときに、
まあ、原電自身がもう工期最優先でもう来年には動かしたいんだとそういう腹でやってるんだれば極めて重大であるわけで、こんなことで原子力の利用などと言えないと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。新藤大臣。この原子力発電所に関係する、まあ、原子力に関係する事業、これについてはこの担当省庁の方でですね、きちんとこの法令にのっとって、またそれは対応されるものと承知しておりますし、今いろんな問題点も指摘されました。それに対するその政府からのお答えがございました。これも踏まえた上でですね、適切に運営していただきたいと、このように思います。塩川哲也君。この安全協定を結んでいる、はい、地元の自治体、住民に説明もありませんし、水戸地裁はこういった避難体制の不備を理由に運転差し止めの判決も行っているときであります。老朽原発の東海大には再稼働は中止、廃炉こそ必要だということを申し上げて質問を終わります。